すぐに戻るわ。事務所で待ってて。うわー、楽しみだな。楽しみや。よかったね、はるかちゃん。よかったね。帰ろう帰ろう。もうさっきのこと全部忘れよ。事務所に戻ろう、事務所に戻ろう、事務所。なに、ちょっとあんた待ちなさい。ちょっと待ってくれ、大柄すぎるだろなあ。大柄な女性、まあいるよたくさん。大柄すぎるだろ、なんか度があるでしょ、大柄の。え、私ですか。他に誰がいんのよ。あんた沢村遥かね。しかもアイドルって分かった状態で話しかけてきた。なかなかヤバい人か。そうですけど、あのどちら様でしょうか。な、あんた仮にもトップアイドル目指してて、この私を知らないわけ。うん、一目見たら絶対覚えてるはずだけど、はるかちゃんがこれでも覚えてないってことは、なんだろう、リバウンドしたか、やばい人かどっちかなんだよね。私は隣町の商店街でマドンナとまで言われた伝説の看板娘の娘、うららよ。知るか知るか、うらら。お母さんがマドンナなんですよね。ママがマドンナなら私もマドンナなのよ。ずっと将来美人になるって言われてきて、現にそうなってるじゃない。確かに痩せたら可愛くなりそう。花ちゃんタイプじゃん。めちゃくちゃ花ちゃんタイプ。だいたいね、ここらでアイドルだかって言ってて私のこと知らないなんて、全く同じアイドルとして嘆かしいわ。すみません。なんかすいません、勉強不足。なんでこんな怒られてんだよ。今から社長とお出かけっていう前に、なんでこんな怒られてんの。勉強不足ついでに、あんたなんか最近調子に乗ってるよね。どっちかというとあんたの方が調子乗ってるよね。ちっとも可愛くないくせに、ちょっとファンがついたからってのぼせちゃって。なんなのこいつ、アンチ、はるかアンチかこれ。あーやだやだ、こういう勘違いになって見てて胸クソ悪くなるわ。こっちのセリフじゃ。いえ、そんなつもりじゃ。だいたいね、ダンスバトルだかなんか知らないけど、得意げな顔でくねくね踊ってたでしょ、あんた。もうひどいなんてもんじゃないわね。私に言わせれば、さつまいも転がしてた方が数百倍マシだわ。なんだその例え。あんまり心当たりはないんですけど、私のしたことが気に障ったなら、あれ謝ります。すみません。はっ、謝られたって嬉しくないわ。ほんと上っ面の謝罪よね。虫ずかしるわ、ごめんなさい。こいつ T セットの何か、T セットで、なんか実は3人グループだったけど、1人脱退したのがうらら、もしかして。私はね、隣町のマドンナとして想定堀に進出するのに、こんな芋っぽいガキがチヤホヤされてるのが目障りだって言ってんのよ。すいません、ね、想定堀だけじゃ収まらないんですよ、うちのはるかは。なんだっけ、ダンスバトルだっけ、あれやってみなさいよ。私が相手になってあげるから。無理でしょう、無理でしょう、やめといた方がいいですよ。うららさんとダンスバトルですか。ちょっと驚いてるやん、はるかちゃん。さすがに気安く名前呼ぶんじゃないわよ。1回呼ぶたびに300円取るわよ。最悪だわ。なんだこれ、そこら辺にいるヤンキーより立ち悪いぞ。まったく、まあいいわ。観客集めてダンスバトルして、公共の面であんたの顔を潰してあげるわ。それともビビって逃げる。まあ逃げたくなる気持ちも分からなくないから止めはしないけど。あ、やったろうじゃねえか、はい、社長と行く前にちょっとやったるわ。わかりました、勝負しましょう。その度胸だけは買ってあげるわ。でも後から泣いても知らないからね。なんやこいつ。よろしくお願いします。もう礼儀正しくいくよ。来いよ。ケチョにしてやるわ。すごいな、なんか嫌そうな顔。ナンバーワンランキングナンバーワンだなこいつ。ちょっと待ってから、こいつゆらゆらしてるだけなんだけど。踊ってないよ。踊ってない。ゆらゆらしてるだけ。こいつこれをダンスと言うのか。ダンスバトルにもならんぞ。なんかかわいそうに見えてきた。威張ってただけだ、シンプルに。私が負けた。まさかあれだけのパフォーマンスをしたのに私が負けたの。どんなパフォーマンスをしてくれたかな。フラダンスの方がまだマシよ、ゆらゆらだったら。ダンスってまあフラダンスだとまた違うダンスのパートだけどさ、フラダンスに近いダンスだったよ、うららちゃん。なんかこうはるかちゃんに対抗できるダンスじゃなかった。キー、なんで私があんたなんかに負けなきゃいけないのよ。私はトップアイドルになるためにおしゃれダイエットも頑張ってるの。あんたにはその苦労が分かんないでしょ。ダイエットするならもうちょっと分かるような感じにしてくれ。いえ、あんたのせいで腹減ったわ。たこ焼き食べてくるからそこで待ってなさい。あー美味しかったわ。あんたのおかげで3人前も食べられたわ。ありがとうね。まったくっていう使い方間違ってると思うけどね。
3人前も食べちゃったらダイエットは。確かに。うっさいわ。本当は焼肉食べたいんだから。肉食べるの我慢してる私の気持ちなんてあんたには分かんないでしょ。分かるか。お前あと垂れてるな。ごめんだけどすごい垂れてるな。何かとは言わないけど、どこにある君のそれ。っていうか、はあ、こんな時間、スーパーの T シャツ1丁500円セールがもうすぐ終わっちゃう。遅れたらどうすんのよ。あんたのせいだからね。なんなの、ツインダレ、アスカのなんか進化バージョン、将来のアスカ、これ、 あんたのせいなんだからね、みたいな。おしゃれ頑張ってるって、え、スーパーの特売シャツのことですか。スーパーの特売は戦争よ。甘く見てんじゃないわよ。ちょっとさすがにそれはおしゃれとは言えないんじゃ。いちいちうっさいわね、このごぼう女。たわし顔ポンポコピー、ポンポコピー、ポンポコパーンの長介か、これ。古いの使うな。私は必ずあんたにリベンジするわ。それまでせいぜい生涯を楽しむことで、ね、さらば。なんやあいつマジで。なんかいろいろすごい人だったな。はい、おかえりー。うわーわー、クリスティーヌ。はあ、はるか。あ、クリスティーヌか。公演のイベントは大変だったみたいですね。ナトに間違えちゃった。でもどんどん成長していますよ。あなたには教えがいがある。おお。前のトレーナーもきっと悔しがりますね。うんうん。レッスンをしたければいつでもスタジオにいらっしゃい。それじゃ。優しい優しい。もう飴と雨なのよ、あの人。神なのよ、ダンスの多分教えの本当にプロだと思う。あそこまで余裕ないとな。確かに。でもその前に社長とデーツ。社長まだ帰ってないみたい。お待たせ、はるか。お、悪いけど少しここで待ってて。うんうん。いくつか片付けたいことがあるの。すぐ済むわ。お願いします。明日東京に行く予定なのよ。え？だから堀江にいろいろメモを残しとかないと。そうなんだ。今東京危ないっすよ。でもメモって社長左手で？ええ、荻田に突き飛ばされたでしょ。うん。あの時右手を痛めちゃったからね。どんだけ力強かったんだあいつ。大丈夫なんですか、右手使えなくて。まあね、私もともとは左利きだった。ええー、すげえ。子供の頃預けられた里親にちゃんと右手で書くようにって結構無理やりしつけられてね。なんで？今時の子はそこまでやらされないんでしょうけど、ま、そういう時代だったんでしょうね。サウスポーはダメだったってことか。スパルタ教育で生きてきたんだろうな、社長。さ、これで終わった。お、行く？待たせて悪かったわね。今夜の予定は全部キャンセルしたわ。すごっ。あなたはもう出かけられ。マジで？準備はいい？もちもち、準備万端でございましょう。はい、大丈夫です。もうはるかちゃんを楽しませてください、社長。なら行きましょう。毎日大変だったし、ストレスも溜まってるでしょ。すごいよ。今日は買い物に行って全部発散させるのよ。いいわね。よっ、社長。はい。よっ、社長。さあ、行きましょう。まずは買い物ね。はるか、あなた普段どこで服を買ってるの？服ですか？こっちに来てからほとんど買ってないです。上着をデパートで買ったくらいで。まったく、あなたはアイドルなのよ。身につけているもの、食べているもの、見たもの、聞いたもの、すべてがあなたを磨く種になるの。常にその時の流行を自身の肌で感じなさい。そしていつまでも色褪せない一流を知りなさい。それがアイドル、時代そのものになる第一歩よ。は、はい。よろしい、いい返事よ。じゃあそうね、ル・マルシュに行きましょう。あそこならいいものが揃ってるわ。はい。うわー、買ってくれるんですか、社長。うわー、なんか社長が走ってる。似合わない、似合わない。社長置いてっちゃえってる。すごい逆なのに、いつも絶対逆なのに、いつまで待たせんのよ、はるかとかなる状態なのに、社長置いてきざりにしてる。偉くなったな、はるか。行こう行こう。社長、着いた。ここだよ。いらっしゃいませ。パク様、いらっしゃいませ。こんばんは。イエーイ、名前覚えられてる。こんな高そうなお店の常連さんなんだ、さすが社長。ヒェーって言うの？はるかちゃんってヒェーとか言うの？今日はこの子の服を一通り揃えたいの。かしこまりました。ではこちらなどいかがでしょうか。
そうね、はるか、あなたが選んでみなさい。え、私がですか？そうよ、あてがわれたものを着るだけじゃダメ。何をいいと思うか自分の感性を磨かないとね。これもアイドルへの道ですか？わかりました。ではまずトップスからご覧になりますか？トップス？上着のことよ。あ、そういう、わかりました。お願いします。本当にわかんないんだな。なんかでもギャップ萌えだなこれ。かしこまりました。ではこちらからお選びください。これやな。あとはこれ。わ、素敵。これでバッチリね。じゃあお会計お願いします。ありがとうございます。少々お待ちください。待って、本当にそれ着るの？はるかちゃんだいぶ変わるよ。 T セットを超えるよ。もう T セットで負けないから、その服装で行ってたらもうオーラがすごいのよ。あ、社長、私値札見てなかったんですけど。言ったでしょ、今日はストレス発散。そんなこと気にしなくていいの、社長に任せてきなさい。は、はい、ありがとうございます。社長、社長一緒ついています。お待たせしました。ありがとう。じゃあはるか、行きましょう。はい。え、着るの？着ないの？いや、着ないのかい。着てくれよ、そこは。表柄選んで意味なくなるやんけ。社長、やっぱり荷物私が持ちますよ。気なしないでいいの。さあ次はどこ行こうかしら。はるか、どこか行きたいところはない？あのゲームセンターに行きたいです。うわ、いいじゃん。社長と学校でクラスの子たちがよく話してて、いつもいいなって思ってて。そう、そうね、ゲームセンターで遊ぶのも今を感じる、いい勉強になるわ。さあ行きましょう。はい。ゲームセンターなんて久しぶり。今どんなゲームが流行ってるの？うわー、なんか社長がゲームセンターにいることがすごすぎる。クラスの子が話してたのは太鼓の達人っていうので、あ、これだ。いや、その後ろにある恐竜キングかな。それと虫キングもある。ねえ、懐かしいんだけど。恐竜キング懐かしすぎる。ふーん、二人で遊べるみたいね。よし、勝負よ、はるか。社長、遊び方わかるんですか？太鼓があるんだから叩けばいいんでしょ。きっと簡単よ。さあ、始めましょう。太鼓の達人できんの？でも社長、まだ手の怪我が。いらない心配しなくていいの。これぐらいいいハンデよ。遊びは本気で遊んでこそ意味がある。社長だからって遠慮したら給料さっぴこや。こわーこわー、本気でやらないと。は、はい。やったーって、すみません。結構体力いるわね。やるじゃない、日頃のレッスンで体力は十分ついてるみたい。リズム感覚もいい線いってる。まあそういう話は抜きにして、なかなか面白かったわ。また対戦しましょう。次は負けないわ。いいな、次の約束も入れちゃう。もう家族。はい、ぜひ。さて他に何があるかしら。プリクラ行く。あ、プリサークル。はるか、一緒に撮るわよ。私これやったことないの。なんか子供に戻ってるやん社長。社長とプリクルですか？なんか嫌そうかも。何よ、嫌なの？いえ、なんていうか嬉しくて、こんな日が来るなんて思ってなかった。だよね、本当にそうだよね。プリクロ、まさか社長と撮れるとは思わないよ。そうよ、私とプリクロなんてかなりレア。うわ、ね、いいじゃんいいじゃん。さ、どうやるの？はい、まずとフレーム選んでと。いいですか、じゃあ撮りますよ。あれ、これどこ見ればいいの？かわいい、かわいいかよ。パクパク、かわいいパクよ。画面に映ってるじゃないですか。あ、ほら撮影が、うん、ちょっと撮るなら撮るって言いなさいよ。こ、怖い、怒ってるプリクラで。そこもかわいい。言いましたよ、こんなのダメ、撮り直し。へえ、これもいいですよ。ダメ、断固ダメ。さあ早く。もうおもろ、なにこれ。こんなパク社長絶対堀江には見せらんないぞ。わかりました、じゃあ行きますよ。はい、チーズ。うん、今度はいいじゃない。じゃあこれ落書きしましょう。こうやって、なかなか上出来ね。シアまで飛ばしてくれるなんて、堀江より気が利いてるわ。堀江、堀江に比べられた。負けたぞ堀江。あ、ひどい。あ、楽しかった。さあそろそろ行きましょう。はい。いや、いいなこれ。いいわ、こっちカレーがいい。あら、ほ
ほんならカレーにしようか。うわぁ、早うち帰ろう。はいはい、娘と母親今の状況にぴったりじゃん。社長待って、もう優しすぎるって。あ、もうこれはるかちゃんにとってはもう最高だよ、最高だよ、パク社長。どう、少しは息抜きできた？息抜きできたでしょ。はい、とっても。明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。レッスン付けにしてあげるいいわね。はい、喜んでだよね。頑張ります。そうだね、これ頑張らないとね、はるかちゃん。はるか、え、これあなたにあげるわ。え、なになに、え、ブローチのお礼。え、少し早いけどデビュー祝いのプレゼントよ。これ以上プレゼントだなんて。いいから開けてみて。え、ちょっと泣いちゃうよ、泣いちゃうよ。あれ、これ社長が使ってるのと一緒のこれ社長が使ってた。そうだよね。こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。マジか、形見じゃん。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。ほうほう、デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。そうなの？やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。確かに今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。まあそうだよな。私の場合特に大変だったわね。そうなんだ。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には、うん、結婚してたの。え？え？相手はその万年筆をくれた人よ。え？もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。アイドルの時ってこと？私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。すっげえ。案外うまくいってたわ。マジで？今旦那さんどこにいんだってか。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。え？すぐに下ろしたわ。ああ、そうなの？当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思った。社長もやるときはやるんだな。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。は？なんで？え？その人の子でしょ？そしてあの人は私の元から去っていった。あ、そういうことか、降ろしたからか。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。あ、そういうことか、そういうことか。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は私を売り出すことに躊躇するようになった。うんうん、いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。うわ、予定されていたイベントは次々に中止された。はあ、はあ、日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのに。いや、やっぱすごかったんだな。すごかったんですね、社長。私全然知りませんでした。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。確かにな。収容人数5万5千人親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。そんなことないよ。別れた旦那もコンサートをすれば見に来てくれるかもなんて考えてね。社長、
でも現実には事務所には見放されて。いやマジか、そうなのか。コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。あとにはもう何も残らなかった。そこからここまで盛り返したんだ。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも、え、全てを失ってからだった。え、そんなことが。マジか。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い、それが今私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないの。そっか。あなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私社長のためにも頑張ります。俺も頑張ります。ありがとう。いいえ。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれない。ならよかったね、はるかちゃん。この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから、うん、雑誌の取材を受けたのよ。はいはい。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。え、嘘、手紙。わっ、つながってんだこれ。パクレイ様、東京で会わないかって。あ、いや、東京行くってそういうこと。え、彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。まだ好きなんだ社長。そういうことか。でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか。あ、もうでも確かに。もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、おう、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。頼み。はい。別れた旦那に会うにしてもこれだけ年を重ねちゃうとね。いや綺麗だよ。会ってがっかりされたくないだろ。いや綺麗綺麗全然。待ち合わせの場所にはあなたが行って。え、それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくない。いやいや、お綺麗ですよ。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。うん、社長今も綺麗ですから。いやそうよ。ありがとう。綺麗よ。お世辞も上手になったもんね。いや、お世辞じゃないよ。お世辞じゃないです。うん、めちゃくちゃ綺麗ですよ。いやほんまに。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。はっ。その時また改めてお願いするわ。じゃあもうこれは。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。絶対優勝しないとじゃん。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。はあ、わかりました。おうおう、ありがとう、はるか。イエーイ。これは面白くなってきた。いやー、そっかそっか。じゃあもうプリンセスリーグ決勝戦ね、優勝して東京デビュー決まって社長を幸せにしてあげよう、はるか。今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。うんうん、楽しかった。うわあ、社長また明日ね。なんで暗い顔したのよ。いやでも社長幸せにしてあげよう。次の日。電話ですよ、はるかちゃん。もしもし、はるかちゃん。あ、堀江さん。堀江さん、どうしたんですか、こんな朝早く。大変なんや、今すぐ事務所に来て。何、 T セット攻めてきた、もしかして。何かあったんですか。
それが、僕もなんて言うたらええか分からへん。はいはいはい。とにかくすぐにこっち来て。相当焦ってんな。相当焦ってますね。もう一人なら何もできないんですからね、堀江ちゃんは。行きましょう。何があったんだろう、すぐに事務所に行かなくちゃ。いや多分あれじゃない、 T セットのやつらが攻めてきたんじゃないか、ワンちゃん。何この不気味の BGM、 やめて。お前まだいんのか。お前ガチめのストーカーじゃん。え、すごいすごい、もう怖い、もう怖い。ここまでずっと同じ人がねここにいるとね、もう怖いですよ。しかもはるかちゃんのアパート見てますから、もはやこれ話しかけないからね、意地でも、意地でも話しかけないんだから。あと怖い BGM やめて。なんかあのさ、事務所行く前にさ、こいつがまたいるんだよ。ちょっと見ていいか。え、何それ、典型か。トップアイドルのこの私、超絶ダンスを見せてあげるわ。バカにされてるやん。はい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 。乗ってくれる優しい世界。あ、待って、よしよし。あー、ダメダメダメ。あー、いや、ボンボロオンボロ。もう諦めろって、諦めろ。大技を見せてあげるわ。大技？うん？何？おお、お腹が、お腹が、え、お腹が飛んだ。いや、落ちる。おわ、おなら出したな。おなら出したな、最後。はるかちゃんの前だぞ。ひらめくな。いや、かわいいひらめき方。何それ。いや、かわいい、かわいい、かわいすぎか。おお、いや、最後おなら出すなよ、ブーって。やめてよ。蒼天堀の隣町のマドンナの娘さん、うららさんの大技披露です。私も食べるの好きだからわかるけど、もう少し我慢した方がいいですよ。でもあの体型であれだけ泳げるのはちょっとすごいかも。あ、やっぱ気にしてるよね。やっぱそうだよね。やっぱそうだと思った。俺もそうだと思ったんだ、はるかちゃん。さすがに体型がね、体型だもんな。でもあそこまでトランポリンできたら、まあ、大技よね。なんだなんだ、うわすげえ、何これ。あの、何かあったんですか。警察？近寄っちゃダメ。ほら、向こうに行って。いやいや、ちょっと、事務所です。私、ここの事務所の所属タレントなんです。そうそうそう、ここっていうと、ダイナチアの。そうですよ、見覚えない。はい、そうです、はるかです。なあ、そうでしたか。実は今、ここのビルで飛び降り自殺があって。飛び降り自殺？え、誰？お気の毒ですが、亡くなったのはダイナチアの社長さんでして。は？は？そんな、いや、嘘嘘嘘、絶対嘘だよそんな。なあ、ちょっと君。いや、バカ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 。では、パクさんが自殺をほのめかすようなこと。は？どういうこと、どういうこと。いえ、タレントのデビュー前なんで張り詰めてはいましたけど。いや、ちょっと待って。自殺するような、そんな感じはなかったです。堀江さん。え、どういうこと。はるかちゃん、彼女は。え、本当に本物。沢村はるか、うちのタレントです。え、本物。今日パクが東京に行く予定やったのも彼女のデビューイベントの準備のためでした。なるほど、後でお話伺いますか。いや、ね、嘘って言って。あの、それより社長は。嘘って言って。え、あ、はるかちゃん。え、ちょっと待って、ダメだよはるかちゃん。嘘でしょ。え、嘘でしょ。え、違う人じゃないの？本当に社長？本当に社長？そんな、なんで、嘘、だって社長は。そうだよ、そんなことする人じゃないよ。社長、
ブローチ、本物に？なんで？何がどうなってそうなったの？秋山？うー、寒い。のんきだなお前。みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。また